砲台刀を用いたペンダント砲台刀は、自動車の塗装に用いられていたエナメル塗料が層をなし固まってできた人工鉱石。アメリカ合衆国ミシュガン州デトロイトの自動車、廃工場跡から算出され、デトロイトメノウ、自動車メノウとも呼ばれる。かつて、自動車の塗装は、手作業でスプレーで吹き付けることによって行われていた。そのため、 過剰に吹き付けられた塗料が作業現場の通路や荷台等に漏れた。そして、年月を減るごとに、作業現場には、様々な色の塗料が層をなして積み重なっていった。そして、塗料を硬化させるための高熱処理を何百回、何千回と繰り返したため、層をなして積み重なった塗料もその度に固まった。やがて、この塗料の層はあまりにも厚くなりすぎて、作業の妨げになるため、 取り除く必要が生じた。その際に、創意工夫に富む者たちは、目ウの,のようにも見える、この塗料の層の塊をカットしたり、研磨したりして、宝飾品としてリサイクルすることを思いつき、製品化した。また、砲台との色は、それが形成された年代、ひいては、アメリカ合衆国における自動車産業の歴史を示す、資料にもなっている。例えば、 同国における1940年代の自動車は、おおむね黒か茶色のエナメルであったが、1960年代には、より色とりどりのラッカーが使われるようになったことを、放題とは示している。なお、現在の自動車の塗装には、塗料のツーブを空論力で後半に吸着させる、静電塗装が用いられており、塗料の過剰な吹き付けはほとんど起こらなくなった。そのため、 放題とも形成されなくなった。放題との原石、ありがとうございます。